はい、ということで今 YouTube 業界はこのニュースで持ちきりですねガッツチャンネルさん逮捕ということで詩人逮捕系 YouTuber がコロアキさんに続いて2人目の逮捕ということになりましたでこれがですね覚醒剤所持の強さということでざっくり説明すると売人かな売人とおぼしき男に覚醒剤を持ってこいということを言ってそれで待ち合わせ場所に現れてそれでそのまま警察に 引き渡したんだけども、覚醒剤を持ってなかったということで、えー、<laughs> まあそれでまあ、逮捕ということみたいですね。ということで、まあ、YouTube チャンネルもねああのー、まあ、収益化が停止になったとっいう話もあったんで、まあ、そろそろかなと思ったら、まああのーまあ、思った以上に早く警察が動いたなという、まあ、感じでしたね。はい、まああのー、ただ、コロアキさんは今、執行猶予ついているのかなあー。だからまあ 多分長くなると思うけど、ガッツさんの方は、多分もうちょっとコラクンよりは早く出てくるんじゃないのかなという予想ですね。えっと、まあちょっとこのね、詩人体保険、YouTuber、コロアキさん、えっと、ガッツチャンネル、中島さん、続いて、うん、逮捕されてるので、他の人たちも、分まあこれは結構早い段階でやられるだろうなと思います。まぁ、ケンゾウ、ケンさんとかね、あとはスーパードミネーターさんとかも、多分まあうん、捜査線上には上がってると思うので、 まあ結構早い段階で、まあまあ、こう同じ、まあ、ようになるんじゃないのかなと、まあ、思います。はいまあ、で、まあ、ちょっとね、これについて、まあ、僕がどう思うかっていう話を、まあ、しまして、えー、それでガッツチャンネルさんは、なんか一回。 だけ多分ねあのーまあ多分大ニーズの場だったんだけど、多分1回だけ多分挨拶をしたことがあると思うんだよね。あのー、まだそのそんなにあのー、有名になる前ですけどね、コロアキさんとかと確か一緒にいたあの時に1回会ってると思うんですよ。そう、うん、なんでそんなにまあ、えっ、ー、とー深い話をしたわけではまあないんだけれども。うんまあ <laughs> まあ結局ヘズマ竜から始まってこういう何ていうか人を巻き込んでトラブルを起こすような感じの YouTuber は国策捜査としてこれは捕まえるとで YouTube も襲撃停止するっていうことになってるみたいなんでまあそのまあこれはもう諦めるしかないかなというかやっぱり国の的に回しちゃったらやっぱりダめなわけであってそれはガーシーさんの時しっかりやっぱりその民事っていうかそのまあえっと主人間の間だったらこれコロアキさんの時も言ったけどそんなにね あの民事不介入の原則っていうのがあるけれども、やっぱそのそんなに簡単に入ってこないんだけども、警察とかを相手にしちゃうと、もうやっぱあの駄目だよね。っていう。まあ、話でやっぱり警察にはやっぱりその喧嘩売っちゃいけないというか、まあ、警察に何か言われたら、それはやっぱりやめなきゃ。まあいけないっていうのは、やっぱりその気を付けなきゃいけないまあ、ところかなとまあ思いますね。うんまあ、なので、まあちょっと建造さんとかね。ドミネーターさんとかまだ、えー、残ってる人たちも多分もう,うん。まあ本当に。まあ近いうちに。まあ 同じじじような感じになな感にるんゃあの小川賢三さんとかは結構割と、あのー、昔からお付き合いがあってそうすごい動画も面白く見させていただいたんでまあ本当に、まあ、こういうコンテンツがなくなってしまうっていうのは、まあうん、残念だなというかもう僕もたまたまねその喧嘩を打った相手が、まあ、宗教団体だったから、まあ、宗教団体とかね、あのー、詐欺 YouTuber とか、うん、だったから、うんまあ、逮捕されてなかったけどももし何かそのね、あのー、何か何か どう,まあ、どういう流れかによってその、まあ、国家権力を相手にしなきゃいけない時とかがあったとしたら僕もね、うん、逮捕された可能性はまあ,あると思うんで、まあ、世の中はねすごいめちゃめちゃ。 あのバッチングしてるけども確かにね脇が甘いところはあるしやっぱりその警察の,やっぱその捕まえ方っていうのも、まあ、絡めてからやっぱ来てるよねあのコロアキさんの場合も名誉毀損とかからで、うん、でその、まあ、ガッチャンネルさんも、うんえー、このあれか覚醒剤、えー、所持強さかっていうところで、まあ、その本丸とは違うところで捕まえに来てそれで、まあ、活動させなくするっていう、まあ、やり方で来てるからそう,うん、まあ、やっぱ国には勝てないねやっぱりその所詮 YouTuber は国には勝てないそうまあどれだけ。 やりたいことがあったとしてもね。その国を相手にしたら、それはやっぱ勝てない。ガーシさんですら勝てなかったんだから、そうだから諦めなきゃいけない時もまああるなっていう風うには思います。うん、だからまあ、youtube はね。まあ、そのまあ、やっぱり特に。 やっぱり収益がないとね活動もまあそれはねあの続けることがまあ難しいわけだから収益家庭になった時点でもうほぼほぼねうんまあ、それはもう負け確定っていうことになっちゃうので、うん、まあしょうがないです。我々はもうあのー、しょうがないですよ。まあそういうい YouTube っていうねあの金魚鉢の中で、えー、しかねあのー まあ活動することはできないわけであってもっと大きな意味で言ったらやっぱり日本国民である以上はやっぱりあの日本のね法律、まあ、警察がやめろといったことに関してはやっ,やっぱりやめなきゃいけないっていうのはもうしょうがないそれが嫌だったらもう海外に、ね、あの行くしかないと思うんでそう日本国民である以上はあので日本で生活している以上は、まあ、そのルールにはもう最低限従わなきゃいけないっていうまあ、ことですね。うん まあ夜中の人たちはあのすごいめちゃめちゃ叩いてるけれども、僕はもう彼らの気持ちは分かるし、僕もだから、たまたま相手が劉邦だっただけであって、何かね、作業をやってる人間を叩いてるっていう意味ではまあ同じだからま、あまあ僕は正直悲しいなってまあ思いますま。ただ、しょうがないんで、これはもうどうすることもできない話なんで、そうですね。なんで、じゃあ今後どうすったらいいのかなっていう話ですけれども、僕は、うーん まあ、ガッツチャンネルさん、まあ、今後どうしたらいいのかなって考えたら、うんまあ、なんかどっかねあの、地方選挙とか出て、もう政治家になるしかないと思うんですよ。で政治家になって、それでその、ねあのーまあ、この詩人逮捕でやってたことを、まあ、そういうことをやるんじゃなくて、その政治家として、まあ、訴えていくっていう、まあ、ことをね。 すするしか方法は僕は僕ないいと思います、うんまあ、橘さんとかがちょっとねあの興味を示したけどねそのガチさチャンネルを応援しますみたいな、まあ、NHK 党と、まあ、組んで今メリットがどこまであるのかっていうのはちょっと分からないとこではあるんだけども、まあそのそのまあ、後藤祐樹さんみたいな感じで、まあ、その倍率が低いところの、えー、地方選挙とかに出たりとかしたら多分知名度で通るってこともあると思うから、まあ、そういうとこで、まあ、政治家になって議員さんになって、うんまあ、その活動をやっていくっていうあの警察に怒られないようにね、うん、活動をやっていくっていうのが僕はいいんじゃないのかなと。 まあとにかくもう国を相手にしたらもうダメですそれはもうあの国,国にはもう一個人は絶対勝てないんでそうあのなんで国は敵に回しちゃいけないっていうのが、まあ、あの教訓として分かりましたねはい、まあ、ということで、まあ、この「詩人逮保険コンテンツは」は、まあ、ちょっとね、うん、僕も、まあ、あのー、まあもしかしたらねあのー、まあ池早とすとか昔したりとかもしたからあのそういうコンテンツをやってたかもしれないので流れ,のし流れ次第ではねうんまあなので あ,のあんまりだからあの彼らのことをね僕はあの批判する気はまあなくてうーんっていうよりまあそのしょうがないこれはもうしょうがないからもう国を的に言しちゃったこれはああのー、まあ、結末なんであとはそのルールの中であのー、政治活動だったら誰でもああのねあのね前科がある人でもできるからそう。<laughs> それで頑張っってて再起し,てほしいなって思いますということで、ガッツチャンネルの逮捕について僕が思うことを話しました。うん。まあちょっとここはしょうがないですね。もうこれはどうすることもできないので。まあただ、こうやってね、うん、僕はさっき健三さんがツイートしたけど、うん、まあ結局こういうまあ萎縮効果があるから、そういうね、あのさまあ、詐欺師とかね、まあ、こういう痴漢だとか、いろいろ盗撮だとかあるけど、そう、まあ、こういう人たちがいるって、まあ,あのいうことで、まあやっぱりちょっと今やめとこうかなみたいな感じの人もまあいるわけなんで。で警警察察も動き遅いしね基本警察 って基本ことが起きてからじゃないとそうあの動いてくれないからそうあのしょうがない場合はあると思うんですよねそううん、まあだからまあ、彼らの活動がねどこまでね正義でどこまでその収益目的だったかっていうのはねそれはまああの両方あると思うそれはもちろん収益を目的にしていると思うまあそうじゃないと活動ができないからねまあ、ただやっぱりうん、なんだろうな世の中のほとんどの人は叩いてるけど僕はうんまあそういったね一定の正義は僕はあったんじゃないのかなとまぁ思うのではい まあそうは思わない思わないよって人もいると思うんで、あのー、それはコメント欄等々で書いてくださいということで、はい、まあちょっと政治家になって再起するしかないんじゃないのかなと僕は思いましたはい以上です何かご意見等々ありましたらコメント欄書いてくださいお願いします